米 USA トゥデー電子版は30日日本時間7月1日リンワン記者として知られるボブ・ナイチンゲール記者が MLB 中間表彰2024年最大の驚きと失望というタイトルで前半戦の独自タイトルを選出した注目されるナ・リーグの MVP は打点と打率の2冠に輝いているドジャース大谷翔平投手29ではなく フィリーズのハーパーを選出、打率3割3輪20本塁打、58打点、オプス0、981など、ほぼすべてのスタッツがリーグ上位に入っているとして、彼はどの部門でもトップではないが、どこを見てもトップ5には入っている、一塁の守備もいい、彼はこのチームにとって、とても大きな意味を持つ選手だ、とした。 カブス今永翔太投手30ガーラソうナリーグ新人王もパイレーツのスキーンズが選ばれた主な選出されたタイトルはいかの通りリーグ最大のサプライズア・ガーディアンズ なブルワーズリーグ最大の失望あブルージェイズナカブス MVP あジャッジヤンキースナハーパーフィリーズサイヤングマサルあスクバルタイガースナスアレスフィリーズイコール新人王あヒルヤンキースナスキーンズパイレーツイコール最優秀監督あボート監督イコールガーディアンズナマーフィー監督イコールブルワーズベストトレードオリオールズベストノントレードガーディアンズベスト F FA 契約プロファーパドレスワースト FA 契約スネルジャイアンツカムバック賞オズナブレイブスカムバック賞監督マーモル監督カージナルス